はい、リコと申します。よろしくお願いいたします。ということで NJU アイドルやっていきたいと思うんですが、もう本当に申し訳ないんですけれども、実はこの2日くらい前に動画1回撮ってたんですけど、実は録画を失敗して音声が半分以上入ってなかったんですよ。なんで今急遽撮り直ししております。撮り直しって言っても結構進めてしまったので、今回はその説明になると思います。それでも早速始めていきたいと思います。なんかもうね、実況自体多分100回くらい超える長編な実況になると思うんでね、100回分の最低でも100回くらいいくかなと思ってるんで、100分の1くらいね。いやでもなんか前回じゃないですけど、前回もそうなんですけど、なんか違うところでも1回失敗してるんで、結構確率的には高いな。100分の2か、50分の1じゃん。まあそんな感じで。で、どれから、説明しようかと思ったら、前回は多分チャレンジを、やって終わったんですよ。ベーシックチャレンジを。でその時に24時間チャレンジっていうのが出てきて、それやります、やろうかなみたいな感じで終わってると思うんですけれども、そのベーシックチャレンジっていうのはここ黄色になってて、で24時間チャレンジなんですけど、あのあとやりました。でやったんですけれども、ここにコンプレッションズっていうのが書いてあって、10分の1なんで1回クリアしたよっていう風になっています。でこれのまず24時間チャレンジの最大の特徴があるんですけれども、ベーシックチャレンジはオフラインっていうか、ゲームを閉じてる時でもタイムが進んでたんですよ。なんでこのゲーム閉じて3時間くらい放置した後、またこれを、スタートすると、またその3時間経った後からだったんですけど、この24時間チャレンジに関してはゲームをやめてる時はタイマーが止まります。それが最大の特徴で、なんで24時間チャレンジって言っても、1日目やって3時間くらいやって2日置いてまた開いても、その3時間しか経ってないみたいな、その間何日空けてもやめたところから始まるみたいな、これが24時間チャレンジの最大の特徴で、で、ただし普通、いつもは普通のリバースするととかベーシックチャレンジだと、ここのナンバーが溜まっていくんですよ、どん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 。ただ24時間チャレンジのところは時間が止まってるんで、その分ここのナンバーとかも増えないです。なんで本当に24時間動かして、その中でクリアできるかどうかっていうのが24時間チャレンジ。なんで今止まってしまってるかっていうと、ウィンコンディションっていうのがあって、これが前だったらディフィートボス54で、54のキャラクターってどれかっていうと、54のキャラクターはもうこれクリアしたのが出てしまった、54じゃないですね、しかも58ですね。58がスピーキーヘアードガイだったんですけれども、なんでチャレンジの58か、ボスを58まで倒せたらいいですよっていうだったんですけど、1回クリアしたら24時間チャレンジのここの今、ディフィートボス84なんで、私まだ全然84まで倒せてないんで、1回終了してまた再開して、でその録画をミスったところでは ボスをさっきお見せしたんですけど、何体か倒していて、バレてしまった、これが。これもバレてしまったんです。この説明も後でしますね。
ボス、前回まで、まあ、だいぶ前なんですけど、前回くらいかなまで倒したのがこのサタデーまでだったんですけど、そこからボス倒せるようになって、続いてサンデーがの予測通りのサンデーさんですよ。サンデーさん倒して、で次、サンデーデアダーダエサンダエみたいな多分これなんか実はまだ略してないんですけれども、これが砂時計なんじゃないかなって、前なんか砂時計みたいなのも出てきたと思うんで、砂時計が壊れて砂が出てきてるのかなみたいななんかちょっと今までそのマンデー、チューズデー、ウェンズデー、サーズデー、フライデー、サタデー、サンデーっていうところでなんかシックな感じだったのが急にカラフルになったなみたいな感じで、次パンってやったら、フラットマウス、フラットマウスなんだあー平面っていうことかな。なんか新しいのが出てきたんですよ、こんな感じでベベボボーンという感じでですね、で、出てきて、で次トライアングルなんで三角が出てきて、で次がですねスクエアベア、アスクエアベアっていうことで四角なんだ、ここも平面図形やんっていう風に思ってるんですけど、で次が、ペンタコンが出てくるわけですよもう平面図形一角ずつ増えてる、三角形、四角形、五角形みたいな話をしてきて、今ファイトボスが何かっていうとデデン、ヘキサゴンですね、六角形ですっていう話を前回してたんですけど、ここが出てしまったんで、もうここの説明と、あとついでにこっちもインベントリーの話をすると、この今装備している、100で、ここで出てくるのこれかな、100になったんで、まあいけるかなっていう感じですまあまだ見てないんですけど、そこのファイトボスの絵がですね、100100100っていう、前のところで集められる、まあここが全部100になっているんで、新しい多分絵が出てくるんじゃないかなっていう感じで、でこの絵はですね、なんで出てきたかっていうと、実は私もよく分かってなくて、分かんないですよなんでか出てきてでもう一つ新しいの実は増えてて、じゃじゃん、これです。これもなんでか増えてたんですよ。でこれの2つ、ただそのこれ気づいたのは実は前回気づいて、その失敗した時に気づいて、でここがそのやったのがもう3回目ぐらい前に、ここ触ったきり触ってないんで、ただその間何やったかって言ったら、新しくやったことってチャレンジしかしてないんですよ。なんでチャレンジしかしてないっていうことは、もうこれなんかチャレンジやって出てきたのかなっていうふうに思ってます、この2枚に関しては。なんでここのベーシックチャレンジを1回クリアなのかな、1回クリアしたら出てきて、これは24時間チャレンジクリアしたら出てきたのかなっていうふうに思ってます。でもすごいかっこいい2枚なんで2つともなんかかっこいいなっていうふうに思ったんで、こっちの人をやっていますで、あ、これですよ、新しいの出てきた、やった、そう、じゃじゃんっていうことで、今の装備ですね、この装備で、いける
全部100にしたんだったらしいのは今回珍しくヘッドかぶってるな。でようやく今頃なんですけど気づいたんですがボロタくん、チャイロマン、緑、これ楽しいよな。これなんで伸びたかもいまいちまでよく分かってないですけど、これあとこれこれそして気づいたのは、主人公である私はスキンヘッドなんだなっていう髪がないと思って髪ないんだな。全部多分同じ人ですよね。かぼちゃマンは別だとして、なんか全部髪がないって気づいて、今さらなんかこれ誰なんだろうと思ったら、もうこれ自分主人公なのかなと思って、そしたらもう私髪ないんだってで今一番お気に入りこれですかっこいいと思ってこれにしております。そんな感じかな。そんな感じを前回お話ししてて、でここに新しいアイテムは出てきてるんですけど、アドベンチャー、あ、そう忘れてた。ここで、あ、ここか、新しいこっちのそのネズミさん倒したら、You've unlocked a new zone でクロックディメンションっていうのがあって、今そこアドベンチャーそこで回転させてます。で、You've also unlocked a new titan、ガードカーコーウープティッドトリー読めないなんかそういうのが出てきましたよっていうのがこっちのアドベンチャーになるんですよ。でちょっとアドベンチャーの説明は次回ちょっと回したいと思いますなんかこれまでやるとなんか長くなってしまうんで、でちょっと他にも今いろいろ出てきて、ここの説明は次回にして、で、今こういう風にいろいろ調節しながらやっているんですが、そのもう幻の1回幻の全然音声収録されてなかった1回何を話したかを結構忘れたんですけれど多分そのいろいろ分かったことがあったんじゃないか、あ、思い出したスペンド EXP が実は6000くらい溜まってたんですよ。6000くらいで今ようやく754まで溜まったんですけど、1回結構50何歩くらいまで消費して、何ここら辺増やしたんですよ。で何増やしたかっていうと、そのチャレンジをやっていて、で、一番困ったものって何かっていうと、一番困ったものに関して言えばエナジーが足りないエナジーのスピードが足りないっていうエナジー関係がすごい大変で、でなんでここら辺を大幅に増やしましたよっていうのをやったんですよ。で前回分かったのはですねその幻の一回ですね、で幻の前回で分かったのがここなんですけど、ここがトータルエナジースピードは50が今のところマックスです。これがマックスで、であと増やせるとしたらこっちは増やせますよと。なんでまだまだ増やせはするんですけれども、もしかしたらこのどうなんだろう、
トータルエナジーパワー 41.2 って言ってもこれも50でマックスなのかな。でも全部できないからでやらないけれども、でトータルエナジーカップ、これも最大マックス最大マックス Once you have 10万かな、10万マックスエナジー、どういうことだろう、10万は過ぎてんだけどな、こっちが10万ってことかな、いや違うの過ぎてるななんかここも多分そのうちマックスにはなると思うんですけど、でこのエナジーに関してはここで増やせるのと増やし方って結構いろんなパターンあるのかな疑問系、ここで増やせるのと、あとここですね、ここの中でそのエナジー、ここのところでエナジーカップとかそのアイテムで、マジックカップっていうキャップっていうところがあって、そのボングとかでもエナジーを増やすことはできます。なんで、いろいろ増やし方というか、まあ、EXP で増やすかボングで増やすか、ただボングで増えるのってすごいガバッていう増えるんじゃなくて、やっぱたくさん増やしたい場合は やっぱりここのところで増やす方がいいですね。で、あとマジックも多少上げてます、ここも上げていて、で結構それで6000くらい消費して、あと変わったのでいくと、あーちょこっとここも上げました実はここもちょっとそのアドベンチャーで敵倒せなくなったね、ここもちょっとトータル、マックスヘルスっていう、まあ、HP みたいなやつですね、これは上げてます。で、あとインベントリーのスペースをマックスまでここですね、ここもここまで全部、マックスまで上げました、ここじゃじゃんと、なんでたくさん入りますっていうのと、あとはここですね、アタックブーストフォーリーチっていうのがあって、ディフェンスブーストフォーリーチっていうのがあって、ここが 1000% まで上げました。これチャレンジやってる時に、結構必要なんじゃないかなとは思ったんで、でこれ何かっていうと、いやー実ははっきりよく分かってはいないんですが多分ここの速さですね、ここの回転する時の速さ、ここのバーですね、もう速すぎてもうずっと真っ赤なんですけど、これが上がるのがその、はい、ブーストがかかって速くなんて呼ばんだろう早くベロロロロロって回転しますよ早くベロロロロってどういうことだろうとにかく早めに、なんて言えばいいのかな、なんだろう、早くレベルが上がりますよでいいのかなんでこのやつを増やしたことで、ここの、スキルを覚えるのがすごく早くなりました。やっぱこのチャレンジ24時間チャレンジとかチャレンジを2回3回やるのはやるためにはやっぱりここが早い方が、早くここの、アドバンスドトレーニングとかって、これがここのスキルが全部、オープンするとできるんで、これが早めに、できるようになったり、結構大切なので必要かなっていう気はしてます。なんで
結構これ今そのリバースしてどのくらい経ってるかっていうと1日くらい経ってます経ってるんですけど、結構もうここのブラッドマジックとかもいろいろいじってるんですけれども、48,992 とかになってなんかいろいろとレベルは上がっているんですけれども、ただあのワンドゥーズ98でここの2ついろいろ分かってきてはいるんですけど、これもいまいちよく分かってなくて、この2つを上げててもここがレベル13なんですけれども、ここのあのワンドゥーズ98OS レベルが一向に上がんないんですよね、これなんでだと思ってで、それでなんか考えられるのがここで、これですよ、これ何個か出るんですけど、これもしかしたら使ったら出るんじゃない、あそこのレベル上がるんじゃないかなって思ってるんで、ちょっと今回はあのこれをちょっとコンスーマブルだっけかな、消費するってチェックで消費できるんで、今まではここに入れてたんですよここにポコって入れてたんですけど、で、レベル増やしてたんですけど、今回はこれちょっと消費してみます。コントロールチェックで消費することができるんで、コントロールチェック、ギブセキュリアやばららどっか行っちゃった。なんで消費したんですけど、これでワンドゥーズ98がもしかしてレベルが上がってたら、あれは出てきたら消費するのがいいかなっていうふうに思います。どれでしょう、ペペン、あーやった98OS レベル1になってる、わー、じゃああれ消費した方がいいのかな、消費した方がいいのか、それともこれ今ようやく10個貯めたんですけど、消費した方がいいのか、それともこれレベル100にしてコンプリートにした方がいいのか、ちょっと迷うところではありますねやばいな、これどうした方がいいんだろう。でも強くなるにはここレベル上げた方がいいのかな、ようやく使い方が分かったのに、アイテムリスト、アイテムリストで、あれめったに出てこないですよね、1時間やっても出てこなかった、あれどこだあったあったあった、これ1時間やっても出てこない時とかよくあるんですよこれ。What's the check、 あ押せってやつだな、セット just this item like only this just level this up to 100 that's it that's simple compression bonus all item level 100 when one dude completed the boosting process gain an additional 100% speed bonus スピードボーナスが10% ついて also 300EXP、 あそうですよ、あのコンプリートボーナスっていうのがあるみたいで、あのそれぞれあのアイテムをコンプリートしたら、そのレベル100までにしたらなんかボーナスつくんですよ。で EXP がなんかわかんないけれども、あれ EXP 増えてるとかって言ってたことあるんですけど、結構昔になんで増えてんだろうみたいな、なんで、その時になんで増えたかっていうと、この結構コンプリート本をコンプリートしたら EXP が追加になるんですよ。でこれも見てもらえれば、コンプリートボーナスがあって、
あの500、一番下が 500EXP とかになってて、あとワンマジックポイン、ポーションアルファとか、いろんなあのお得なやつがつくんですよ。なんで、あこれあのアイテムはコンプリートしていった方がいいっていう風に思ってます。ただしちゃった。これはコンプリートボーナスがあるんだよな。でもこれはコンプリートボーナスないんだよな。顔いまだにこのルーティーマックルートフェイスっていうのが何かがわからないから帰ります。なんでこれ使った方がいいかな、使おうかな。ここの OS レベル上げてった方が絶対いいと思うんで、ちょっと最終的にね、私にはデイケアがありますから、アイテムデイケア、これもいまいちよくわかんないんですよね。アイテムデイケアがあるんですが、これはあの早くできるみたいです。まあアイテム系は次回やっていこうと思うんで、ひとまず今回はこれを消費しましょう。デロン、あれなんで UV セキュリティが OS レベルインザアップデート UV OS、 え、できない。あ、レベル4になってる。え、レベル4で、じゃあ減ったあ、レベル1になってる。だけどこれは消費できない。へえ、なんだかレベル4までが今マックスみたいです。じゃあ6かけとこう。なんだろう、1個残しとかなきゃ消費できないとこかな。わかんないですけど、これ以上なんか上がらないみたいです。まあいいでしょうっていう感じで、今回はこのあたりにしていて、ちょっとまた立て続けにもう一回一旦ここで切るんですけど、次はちょっとここのインベントリーについて、インベントリーとちょっとボスを倒していこうかなっていうふうに思います。それではご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いできると嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではさようなら、バイバイ。 NGU アイドルモンスター図鑑、はい、ということでですね、今回もモンスター図鑑やっていきたいと思います。やっとで、曜日のところなんで、曜日のところ結構地味な絵が続いてたんですけれども、今回はちょっとだけなんかモンスター感が強くなっております。ということで早速始めていきましょう。はい、ということで65番目のボスサンデーということで、曜日軍からやっとで抜け出して、最後にサンデーが来るんですけれども、Normally the holiest of days ということで、まあ、聖なる日ですよと通常はなんでまあサンデーですからね。で Sure as hell is it in the dimension ということで、まあ地獄ではないよとその場はみたいな感じですね。で、You are so close to your mortal device っていうことで、あなたは close to っていうことで閉じたよっていう、でポータルデバイスを閉じたよっていうことだと思うんですけれども、まあその装置なんかその前のところ結構前から遡ると、その自分の次元があって違う次元ですよみたいな、行ってみたいな感じでなんでそういう今いるところじゃなくて、また別の次元のところで新しく、やりますよみたいな、これチャレンジとかが開いた時そんな役だった気がするんですけれども、それで、そこから今度曜日群に入って、日曜日じゃないや月曜日からみたいな進んでいって、で最後サンデーに来て
で、そのデバイス自体終わったのかなと。で、Why、do these、arbitrary この constructs、of time、 その時間のそれらが、それらの時間のここがよく訳せなかったんですけど、まあそれらの仕組みとかかな、仕組みは、have to、get in the way っていうことで、 get in the way っていうことで妨げるって、妨げる、なぜ妨げられ妨げなければいけないのみたいなかなっていうふうに思うんですけど、とにかくいまいちよく訳せはしないんですけれども、あのずっとその違う世界が来て、で曜日からザーって来て、で最終的に、終わりを告げたみたいな新しいところに入っていくよっていう感じ、になっているんではないかなというふうに思います。はい、ということで続きまして、66番目のボス、サンデーっていうことでですね、このサンデーって、あの調べたところ、なんでしょう、パフェみたいな、なんとかサンデー、いちごサンデーみたいなそんな感じのサンデー見たくて、なんでその前のサンデー、日曜日の次の、このイラストはカラフルなんですよ。私最初あの砂の方のなんか意味なのかなと思ったんですよ。砂がゴワーって見みたいな感じで、いろいろかけてんサンデー、サンドとかそういうのにかけてるのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ごタッチ、これが分かったっていう感じですかね。で、You gloves、あなたはギュッと握るよと、The slightly、dinged up、 これなんかその D-I-N-E-G-E-D で、まあ、ジャンとなるっていう意味らしいんですよ。そのなんで細い感じでジャンってなったんじゃないかなと。でどこからかっていうと、from the、eyes of the storm ということで、あの嵐の目、なんで台風の目みたいな感じですかね、からの、ポータルデバイス、から多分なったんじゃないかなっていう風に思います。で、じゃーんみたいな細い感じだね、じゃーんってなって、で、あなたは、まあそうなるとギュッと握るっていうのは何でしょうね、まあ聞こえたみたいな感じなのかな、まあ、とにかくそんな感じで、なって、で、Fate seems to、fade away、all at once ということで、一回、フェイドアウェイなんで消えていくように見えましたよと。なんでその前のそのサンデーの時、あーややこしい65番目の日曜日のサンデーですねの時に、あのデバイスが終わったよっていう感じで、で、今回の66番目のサンデーでそのまあジャンとなって終わったみたいな感じなのかな、で消え去ったみたいな感じで、で、The days of the week なんでその1週間は、Crawling back で、Crawling っていうのが How 国前進みたいな感じの、そっちの How、back っていうことで這って戻ったのかな、 Into seem、failed oozing pools of time goob っていうことで、そのいろいろここまでその違う次元の装置があって、結構前の方に戻っちゃうんですけど、そのスピーキーヘッドガイとかの、いるところがあったじゃないですか。そこのところから今度その実験室みたいなところ行って、でその実験室からなんかデバイスがあってみたいな感じでいろいろあって、でそのデバイスによってそのまあ別次元みたいな感じのところを行って、それが全然やってきてやってきてようやく終わって、多分戻ってきたんじゃないかなと
なんかいろいろ長い旅をして戻ってきたよみたいな感じに言ってんじゃないかなというふうな感じです。で You are just about to really to leave っていうことなんで、あなたはその、リアリーじゃないですね、すいません、Ready ですね、 Ready to leave っていうことで、離れる準備を、大体して When、you feel aSubtle S-U-B-T-L-E で、これ微妙なっていう意味らしいんですけど、ルーブリングで、これゴロゴロという音らしいんです。なんで微妙なその、ゴロゴロゴロっていう音を感じた時、私は離れる準備が完了しましたよっていう感じじゃないかなって、大枠はそんな感じだと思います。はい、そして続いて Before long その後、The Vibration か B じゃない Vibration get intense and massiveっていう感じで、その震えは激しく、そしてどっしりとしたものなんで、そのゴロゴロっていう音が聞こえて、で、揺れたんだと思います。揺れていて、それがすごい激しくて、重々しいみたいな。で、それが何なのかっていうと、500 miles、wide ice cream Sunday appeared っていうことで、500マイルの大きさのアイスクリームが、まあそれはサンデーなんで、そのなんでしょう、パフェみたいなやつのそのサンデーのアイスクリームが500マイルぐらいの大きさのものが現れて、オーバーザ、クレストof some、hourglass sand、mountains っていうことで、 hourglass sand mountain、 sand mountain っていうことは、砂時計の、砂の山みたいな感じかなの、トサカ、crest っていうことで crest っていうことで、これが crest っていうことで、あとのアワーグラスの、まあ、砂時計のマウンテンの上にトサカみたいなのがあって、そこに500個の500個じゃないですね、500マイルの大きさのサンデーのアイスクリームが現れたよみたいな。なんで多分イラストがその時の絵なんじゃないかなと思います。で It roars roars かな。でこれで吠える、In fly fly じゃないですよ、 fury fury かな。これがあの fury で激怒みたいな激怒で吠えてますよとで probably because、多分かなみたいな、なぜなら、it's a sentence ice cream、sentence じゃないね、sentient ice cream、Sunday のその sentient っていうのが sentient みたいな、これが感覚力のあるっていうセンスから来てるのかなと思うんですけど、そのとにかくまあちょっと飛ばしましょう。これは感覚力があるアイスクリームってよくわかんないのでそれは感覚があるアイスクリームなのかな、だから吠えたのかもしれない、今思ったらもうサンデーのそのまあじゃあ感覚があって吠えたのかもしれないっていうことにしておきましょうなんでそのまあそれが、stuck in dimensions is completely unrelated かな to unrelated っていうのが関連のないみたいな、あと完全に関係ないみたいなところかな、それは、なんかな、それは完全に関係ないディメンション
場みたいな、まあ、なのかなっていう風に思って、関係ないものがあったから激怒したのかなみたいな感じです。アイスクリームが激怒したのかな、なんか違うのが激怒なっぽい気もしますけれども、とにかくなんか、とにかくごちゃごちゃ感はつか伝わるみたいな感じです、この文章から。ごちゃごちゃしてるなみたいな。で You'd be upset too、あなたは動揺 upset too、 なんで動揺するみたいな感じだと思います。で動揺しても、admit it っていうことで認めなければならんよみたいな認めるよみたいな、なんかその多分ごちゃごちゃ感のそのサンデーなアイスクリームのところがなんか急に現れたりして、なんかどれかが吠えてたりごちゃごちゃしているけれども、でそれを見て私は動揺してるんですけど、でもその場はもう怒ってしまってるものなので認めなければいけないみたいな感じなんじゃないかな。なんで今までちょっと曜日で月曜日から地味だったものが一気にここで明るくなってきた感じがします。はい、ということでですね、67番目のボス A flat mouth ということでですね、The Sunday、opens its jaws、to swallow you whole ということでですね、そのサンデーですね、その前に出てきた66番目とボスのサンデーは顎を開けて、飲み込みましたよ、あなたのすべてこのを飲み込みましたよと。 Right as you jam、 であなたはジャムは詰め込むとかっていう意味があるんですけど、何詰め込んだかっていうと、Your finger on the、portal button っていうことで、その装置のポータルデバイスのだと思うんですけど、そのデバイスのボタンをあなたの指で、詰め込むってこと、押したっていうことなんじゃないかなっていうふうに思います。で、A portal open up at the back、 なんでそしたらポータルが、その装置が、開いて、back at the、back of the、 でグラッピングっていうのが大口を開けるっていう、でマウっていうのがこれが胃なんで、胃が開いてっていうことかな。 and、love、 love っていうのが溶岩が gushed out、 gushed out かな、溶岩が噴出しましたよと。胃がなんかわかんないですけど、胃じゃない気もするな、まあ、なんかそのポータルがパーンって開いて、でなんかガバって出てきて開いて、なんか胃みたいな空間がわって穴開いて、そこから溶岩が噴き出したみたいな感じじゃないかなというふうに思います。でフラッシュメルティング、フラッシュメルティング、メルトだと思うんだけど、まあ、溶け出したもの、まあ、溶岩なのかなというふうに思うんですけど、 The、Fall、Beast、 悪臭のある獣だったんじゃないかなとなんかよくわかんない、噴出してきたけれども、ちょっとなんか匂いがあんまよろしくないものが、溶けた獣みたいなかなって、そんなのが、まあ、よろしくないものが出てきたのかな。で、You let out a sign of relief かな。で、relief がこれ除去とか、除去のサインなんで、まあ、撤退していこうみたいな感じだと思います。And get the hell out of this place っていうことで、 get the hell out of this place っていうことで、外に出てけみたいな感じ、なので、とにかくそのアクションがあるものがあって、ブワーって出て噴出してきて、で、やべえここみたいな感じで外に出ていくんじゃないかなっていうふうに思います。はい、
で次が You spin the dial なんで、あなたは文字盤をスピン回したよみたいな感じなのかなというふうに思います。で Shoot at the ground っていうことで、で地面を打ったよみたいな、ババンみたいな感じかな。で As a swoopなんで Back to the Speaking Herald God Place っていうことで、スウープっていうのがちょっと今ざっと見返したんですけど見つからなくて、でもなんか昔出てきたような、出てきてないような、とにかくその多分人だと思います。で、それがツンツン頭の場所に帰ってきましたよと。で He なんで多分そのスウープなんだと思うんですけれども、 Walks、歩いたになるのかなと思うんですけど、歩いた、どこをin out 多分そのプレイスをの中を歩いて、なんで speaking here the guy の場所を、いた場所とかになるのかな、を歩いて you drag っていうのが引くって、 drag 引くなんじゃないかなと思うんですけど、何を引いたか、引くってちょっと直訳するとなんか合わないんですけど、 You battled で、これ、ね、直訳すると打つっていう風になるんですけど、ただ and brushed body っていうことなんで、こっちに傷跡、体の傷跡なんで打ち身なのかなという風に、なんであなたはあなたの打ち身や傷跡をが残る体傷跡の体をスルーザポータルっていうことで、ポータルに入った時に内身や傷跡はできたよっていう風なんじゃないかなっていう風に思いますなんで傷だらけもしかしてっていう風な、ね、なんか違うかもしれないですけど、で Covered in sticky、なんでこれが、ベトつくっていう風に、ベトついて覆われてますよと。で何がどうなってるかっていうと、バニラアイスクリームイシューっていうことで、イシューなんで何々のような、なんでバニラアイスクリームのようなものがベタベタ覆ってますよと。で Without look at you、 あなたは見ずに、Even acknowledging 認める You extensかな、あなたの存在を認めたっていうことかなあなたを見ることをせずに、あなたの存在を認めたよみたいな。 He gloves で、彼はひっ捕まえてgloves なんで、あ、beer from his mini fridge and head worked inside っていうことで、その彼はビールをつかみ取って、彼のちっちゃい冷蔵庫からビールをガーって引っ張ってヘッドバーグインサイドということで、まあ冷蔵庫から部屋の中に目を移したよみたいな、でグルッっていう風に向いたんじゃないかなっていう風に、思います。はい、で続いて、Causing inwardly かな、で、最初の単語が呪うで、次が内部へっていうことで、内心呪ってっていうことかなっていうふうに思います。で You take a few minutes to collect yourself っていうことで、まあこれ少しの間コレクト、あなた自身を正してっていうことなんで、多分気を取り直して、かなっていうふうに思います。で And head off toanother dimensions っていうことで、違うそのディメンション場
に、ヘッドオフズ、ヘッドオフ自体がいろいろ意味はあるんですけど、まあ進路を変えてとかっていう意味もあるんで、違うところに行きますよ。ズープイ、ズープかな、いまだにこの読み方がわからないですけど。で、You are taken to a place、 あなたはあのその場所にあって、 That feel very two dimension、very がよくは訳せないんですけど、まあ2つの two dimension なんで2つの局面を感じたかな。で、 probably becauseThis universe、この宇宙は、has、exactly two dimensions、正確に2つの局面があるよと、持ってるよと、The more、more じゃないですね、これ mere っていうのが単なるっていう、 m-e-r-e で単なるっていうふうに言うんですけど、 concept of your extra dimensionality なんで違う、エクストラなんて違う、あなたの違う、なんとまあその局面っていうか場の発想はかな、causing、some fantastic、tearing fabric、ofスペースタイムインディスリアリティっていうことで、その引き起こしますよと、コージングなんで、サム、あのいくつかのファンタスティックな、でもティアリングっていうのがなんか引き裂くって意味があるんですけど、まあ、とにかくなんかうまく訳せないんですけど、そのこの、そのスペースタイムっていうか、まあそのもの自体かなを、素晴らしいファンタスティックな構造をなんか引き起こすみたいな、その発想力、そのなんでしょうね、そのそのディメンショナリティ、うまく訳せないな、なんかとにかくその場の発想はなんか素晴らしい構造を引き起こすみたいな感じなのかな、空間の説明なのかなっていう風に思いますよくわかんないですけれどもとにかくそのなんか新しい空間に入って、もともとその場だったのが違う場に行ってみたいな感じで、いろいろな空間を行き来したり想像したりしてるのかなっていうふうに思います。はい、で続いて You see a very flat city in the distance complete、with a glorious glorious、castle ということでですね、あなたは見ましたよということで、何見たかっていうと Very flat city っていうことでですね、とてもフラット薄っぺらい都市をで Distance complete with a、これどう訳せばいいのかいまいちよくわかんないんですけど、まあ完全なる栄光、あるglorious っていう栄光あるみたいな感じですね。で、そして、城みたいな感じで、まああの町っていうか市シティを見たんですけど、そこにその栄光、輝かしき栄光のあのシティみたいななんかすごい、素晴らしき都市があるんだけれども薄っぺらいよみたいな、そして、そこには And also flat castle っていうことで、薄っぺらい城もあるんじゃないかなというふうに思います。で You head off to the place、 あ、パラスなんだ、プレイスかと思ってたまあとにかくそのところに、向かいましたよ、あなたは向かって To see、見ました、何を見たかというと If you can get some、
ソリドゥインテル、インテルはインテルでしか調べれなかったんですけど、まあ個体のインテルらしいです。 Unfair to find the man who runs the universe。 なんで、あの男の人を、見たわけですよ。でそこで男の人見たんですけれども、その、ユニバースなんで、宇宙を走っている男の人をあそこに行ったら見ることができましたよという感じかな。で It's not long、 それは長くないだろうみたいな、長くないです、Until you are in interaction かな、なんかこれ押し付けるみたいな意味らしいんですけど、 On this reality it's noted。 なんで、ちょっとよくわかんないんですけど、まあそんな長くない時間じゃないかな。でそれが何かというと、 A flat little mouse、スカリシーズこの S-C-U-R-R-I-E-S up to you っていうことで、とにかくあのそのなんかフラットな都市を見て、薄っぺらい都市見て、でまあいい感じの都市だったんですけど、そこには城とかもあって、で、そこに行ったら宇宙を走っている男の人がいてみたいな。で、そしたらまあ少ししたらフラットなマウス、なんで薄っぺらい小さなマウスがちょこちょこあなたに向かって走ってきますよという感じじゃないかなっていう風に思います。はい、でこれでフラットマウスの最後になります。 Welcome to Flatland、ようこそフラットランドへみたいな。で I am wait、待って、What is you、あなたは何だっけみたいな。で I remember it all now、私は、今全てを思い出したみたいな、ダーイみたいな死んでくれみたいな感じかな。This two dimensional mouse、この2つの曲面のマウスは goes、absolutely 絶対に、バーベアーサーク、あバーサークか凶暴ですよ、とにかくそのマウスは凶暴です。 And you have no idea why、 あなたはなぜか何もアイデアがないよと。 Time to find out、how to、destroy、a two-dimensional being I guess っていうことで、あの時間がないよみたいな見つける時間がないよ、それを倒す、どうやって倒すかっていう風なのを考え出す時間がないよとっていうことで、あの時間が迫ってるってことかな。で、私は推測するにみたいな感じで終わってるんじゃないかなと。まあなんかそのとにかく新しい世界に来てみたいな、でその前がサンデーとかかな、なんであなんかサンデーがオープンしてみたいなで飲み込まれるわけですよサンデーが何でしょう、なんか最初飲み込んだじゃないですか。でその後に、いろいろその世界について、の話になって、でなんかその世界の宇宙の別世界みたいな感じかな。でそしていつの間にかフラットランドに来たみたいなで、最終的にネズミがあの死ねーっていう風に叫んで、襲いかかってくるっていうでそんな感じの、モンスターだような気がします。
はい、ということで、68番目のボス A Tiny Triangle ということで、Turn Out、 まあ出ていったみたいな感じかな、で、Stop Painting Works、Pretty Well で、なんかその STOMPING っていうのが足を踏み鳴らすっていう意味らしくて、で足を踏み鳴らすワークスなんで、足を踏み鳴らしながら出ていくのは、とても良いっていうことかな。で、あの Moving on で、まあそこからまあ移動したのかなっていう感じなんですけど、 You see a little、geometric、 まあこれ幾何学的な、creatures、まあ小さな、私は小さな生き物を、幾何学的な生き物を見たんですよ。でその生き物がどういう風に動いてるかっていうと、hopping around thisっていうことで、飛んで、いるんじゃないかなと。で、around じゃない、along this、ポンポンポンって飛んでて、angular 角張った、forest path っていうことで、その森の小道を、まあ、角張っている森の小道をホッピングしている小さなものを見たんだと思います。で、A cute little triangle、critter っていうことで、あのその小さい、キュートな、三角形の生き物は、ディスセンドかな、降りていきますよ、どこからかっていうと from a、tree、木から降りていって and、starsじっと見ていますよと、 up at you っていうことで、あなたをじっと見てますよと、かわいい生き物が角張った、suddenly、突然 a thousand even、tinier、triangles、千もの、 あの小さいトライアングルは fly out、降ってきましたよと。どこからかって from this mass in a holic swarm、 これが大群みたいで、恐ろしい大群の口からそのやつがダーって降ってきたみたいな。で Oh go to kill it っていうことで、わーもう殺してくれみたいな。とにかく小さな大群が迫ってきたのかなっていう、そんな感じだと思います。はい、それで69番目のボスが Unsquare Bear ということで、まあ、四角形のクマみたいな感じですね。 Not to be confused、with a Care Bear、ごちゃごちゃしてないよと、 with a Care Bear が、 Care Bear、 Care Bear これ乗ってなかったんですよ。なんで Care な Bear だと思います。気をつけるクマ、わかんないです。多分このイラストのクマだと思います。は、ごちゃごちゃしていなく、This thing does not care for you at all ということで、そんな、それはそのものはあなたをから、気をつけ、care、 気をつける、not なんで気をつけ。なくても良い、すべて気をつけなくても良い、あんま怖くないんじゃないかなっていうことかなっていう風に思います。まあイラスト的には可愛らしいんでね、そんな感じです。はい、ということで、今回最後のボスですね、70番目のボス The Pentagon ということで、In a fit of extreme、confusion ということで、極度の混乱状態にありますよっていうことかなっていう風に思います。ベアの時はなんか混乱してなかったんですけど、今回は混乱してるわけですよ、初めから。で、The US Pentagon なんで、なんかイラスト見るにアメリカの五角形の建物なんじゃないかな。建物か、まあその前がトライアングルとかだったら生物なんで、生物なのか、でもなんかパッと見建物っぽいんですけど、
ending up this dimension, two dimensions of the universe っていうことで、その宇宙の2つの局面の宇宙を終わらすものを持ってますよ。 They've mistake you、 彼らはあなたにとってミステイクをしましたよ、間違いを犯しましたよと、それが for a North Korean missile っていうことで、北朝鮮のミサイルで、これなんか別の人間のアドベンチャーかと思ったら、たまにそのエイジアン、え、アイジアンかな、なんかアジアっぽいテイストのドラゴンボールのシェンロンみたいなとか、忍者とか出てきたり、今回あの US、 アメリカが出てきたり、ノースコリアンが出てきたりっていう感じで、別世界なのか、ちょっと私たちの世界と同じなのか、なんか同じではないですけど出てくるものが、でもちょくちょくそういうのも出てきますよね。で、are prepared for fire っていうことで、あの炎から順、ファイヤーバックってよくわかんないですけど、まあなんかわかんないですけど、炎を準備してるわけですよ。で、with everything they've got、 彼らが持っているものと一緒にっていうことかな。なんかでも出てくるのがその US ペンタゴンと、ノースコリアミサイルっていうことで、まあ戦ってんのかなっていう感じですよね、この構図からいけば。なんでその、その2つの関係の間に私が立ってしまって、その US ペンタゴンにとって私はイレギュラーだったんじゃないかなっていう風な感じもします。で、なんかちょっと間違ってしまったみたいな感じなのかな、それとも2つが共同して私を撃ちに来てんのかな。いやでも多分私の存在が邪魔になってんじゃないかなっていう風に思います、この文章を見るに。間違ってたらすいません。ということで、今回はこの辺りで失礼したいと思います。新しいモンスターが続々と出てきて、訳してる本人としてはすごい楽しい感じです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。